クション未来をつくる ESD。 地球に住む私たちが今もこれからもずっと幸せに暮らせる社会を実現するための人づくり、それが ESD、 持続可能な開発のための教育です。 ESD が盛んな岡山市ではたくさんの人や団体がいろんな ESD の取り組みを行っています。岡山市南区藤田にある紅葉高校、こちらでは14年前から菜の花を使った循環型農業を通じて ESD に取り組んでいます。菜の花は花から蜂蜜が、菜種から油が取れて、その搾りかすは飼料に使われるなど、まさに捨てるところのない植物です。近年では使い終わった油を精製してバスなどの燃料に再利用するバイオマスエネルギーとしても注目されています。この日は近隣の小学生が参加して循環型農業の体験学習が行われました。はい、苗だけっていう感じだったんですけど、まあ、今はもうこんなにもう背くらいまで埋まってびっくりしました。これどういう風に使うんだろう、この後テプラとか油にして使う。収穫を体験した子どもたちは農業科の高校生の指導のもと、菜種から油を絞ったり菜の花を使った循環型農業について学びました。教える側の高校生にもいろいろな気づきがあったようです。学習した内容を小学生たちにも分かりやすく説明することで、より深く自分たちの知識も知恵もつくっていうのが、地域で農業の将来を考える藤田地区、そこにある高校もしっかりその役割を意識して活動しています。今はまだ輸入でね、いくらか言ってますけども、それがだんだん食がなくなった時に、じゃあどうすればいいのってなると思うんで、私たちは農業高校ですので、小学校の子であったり保育園の子であったりということで交流をしながら、そのきっかけとなって農業についての技術をしっかり子どもたちに伝えていくと。アクション未来を作る ESD。ウェブサイト岡山 ESD ナビではいろんな ESD 活動を紹介しているよ。岡山 ESD ナビで検索してみてね。